どうも、エルザーです。それでは、ウィッチャー3ワールドハントやっていきたいなと思います。今回は、友人との接し方ということで、キーラメッツのお手伝いをしたいなと思います。貨物船の行方を調べるのに、まずはちょっといろいろ調べましょうか。あ、マーカーがあったんだね。荷物があるね。ドラウナーいるか。いきなり来たね。おお、ウォーターハグもいる。ドラウナー、ウォーターハグ。おい。さあ、ボグロックは。数がやばいな。まあいいか、先に片付けよう。邪魔されそうな気がする。さて、あ、特にはって感じか。まだいたね。おい。さーて、財宝があるらしいんだけど。ずぶ濡れの手紙。ベシーへと。これぐらいかな？宝はね。追いはぎの主義。主義は、ノビグラとか。まあ、特にはって感じかな。隠された財宝は、そうだね、これぐらいだね。さあ、じゃあ戻って探索続きしますか。こっちにアイテムを取ってね。ドクターの車輪、商人の馬車が。はいはい。馬車はここ通った。で、荷物はあるが、道外れたね。いや、反対側から来る感じか。いや、合ってるね。さらに奥。猛スピードで道からそれてる。いい予感はしないな。あー、じゃあ、まあ、魔物かなんかに追っかけられたか。でもあとはこれだけ。まだ奥だね。さらに奥。あー、なんかいるね。うん、商人が一人でベレンを通ろうとしたのか。いくらなんでも無謀すぎる。そうか、盗賊に会ったか。魔物だね。動脈を切られたらもう生きてはいなさそうだ。人間か。じゃあ盗賊か。未開封か。さあ、キーラー手。魔物に関するものではないな。キーラーはこれをどう説明する気だ。食い残しだ。この肉はカトブレバスのか。どんな呪文に使うんだか。さあ、まだ奥に足。どれだけ待てるの。ああ、君か。爆発の。さあ、キーラに材料届けいきますか。意外と近かったな。さあ、ローチ。さあ、まあでもこれでね、クエストが終わるとは到底ひどい匂いだ。覚えないしね。レベル9。ああ、虫か。
ドレガワーカーは初か。さあ、あとまだ一体いるね。よし、まいや、まだいたか。しかもちょっとこれでかい。ウォリアーか。さあ、燃やして始末を。こんなやついたんだ。青だね、抽出物はね。いやー、まだまだ会ってないやつがたくさんいるね。ああ、オイルが供給手に入った。この辺り巣はないかな。物資だけか。めちゃくちゃやばそうな煙っていうか、ああ、やっぱ毒が、毒あるね。まあ、これだけか。さあ、ローチ。あ、いたいたいた。ほい。その調子だ、ローチ。さあ、なんかキーラはちょっと怪しいね。なんか企んでる感じやね。まあ、とりあえず何がしたいかはその時話すだろうから、ある程度放置するとして。ただね、ちょっと怪しいよね。うまいこと利用されてるなっていう感はある。さっき話してたやつらのことも気になるしね。ゲラルト、二度と会えないかと思ったわ。お前それしか言わんな。さあ、欲しがってたものを手に入れた。これを手に入れた。君が欲しがってたものだ。すごい。これでやっと二重樹木根様式の研究ができるわ。でもその前に、温めたワインで乾杯か。馬車の積み荷を見たぞ。最上の肉、高級ワイン、ゼリカニアさんの香辛料。魔法には関係ないものだ。何を企んでるんだ。話すより見せた方が早いわ。でもちょっと待ってね。そうか、なんか企んでることは分かった気がする。あ、高級系の食料でしょ。テロ起こすな。ぜひみたいね。いいさ、待とう。じゃあほら、外へ出て。もっと楽な格好に着替えるのか。後でね。慌てないで。さあ、早く外へ出て。やっぱ魔女は。待っててくれたのね。ありがとう。もうすぐよ。ああ、なるほどね。白い水など、はいはいはい、酔っ払えばいつでも見られるな。もうすぐって言ったでしょ。邪魔しないで。バイカン、グリーンカイビー。シンデレラみたいになったね。なったね。さあ、3匹目のネズミはどうなったんだ。3匹目のネズミはどうなった。あの呪文は3回に2回の割合でしか成功しないの。だから材料を多めに用意するの。念のためにね。じゃあ、あの1匹はどこへ。ちゃんと説明してくれないか。シンデレラのお話を知ってる。ああ、元になった実話もな。城の池に突然現れたズーグルがシンデレラ姫を丸ごと食ったんだ。残ったのは片方の靴だけで。やめて、ズーグルの話はいいの。おとぎ話に戻るわよ。私、この不気味な沼地から一晩だけ抜け出したいの。魔法使いのおばあさんはいらない。自分で魔法をかけられるから。だけど王子様がいないとね。ベレンで探すならあなたしかいない。どう、月夜に馬の背に揺られて素敵な夕食を楽しまない。喜んで、ウィッチャーはジゴルじゃない。あ、喜んでにしょっか。それはいいな。断る気がしないほど魅力的な提案だ。出発の前にもう一つだけ。ああ、カボチャを馬車に変えるのか。違うわ。私たちの着てるボロ布を華やかな服に変えるの。嫌な顔しないで。ただの幻よ。痛くも痒くもないし。
夜明けとともに全部元通り。そうか、まあゲラルド化するとやめてくれなんてきた。まあいいだろう。いいだろう。やるならとことんやろう。じゃあじっとしてて。グベラグラン。さあどう？襟のラインが地味だった？ちょうどいいな。あなたの髪の色も変えればよかったかも。黒い髪の男が好みなのよね。まあいいわ、贅沢言ってる場合じゃないし。行きましょう、ディナーが待ってるわ。ビリの人は皿洗いね。待て待て、いきなりレースか。いや、ローチやったら余裕やっちゃけな。気力ないからな、このネズミ。いやーでもね、ほんとなんか企んでそうな感じはすごいあるけど。どうせ買ったらなんかまたもらえるんだろうね。もっと早く。おいシンデレラ、調子に乗ると怪我するぞ。遅いわよ、捕まえてみて。いやもう抜いてます。さあただあとどれくらいかな、距離的にはね。意外とね、こう抜かせないようにね、こうやって前に入ればどうにかなるからね。さあ結構距離はあるね。近くとは書いてるけど距離感的には近くではないな。お、ここ？おめでとう、立派な騎手になれるわね。あと少しだけ背が低くて軽かったらな。そうね、でもそうだったら食事に誘ってないわ。どうしてあの材料が必要だったか分かった？先に行ったらどうなんだ、苦労した甲斐があった。まあ苦労した甲斐があったでしょ。シナモンの金と牛肉、ローストチキンとエーシャロット、苦労の甲斐はあったな。白ワイン、それか辛口の赤を十分空気に触れさせてからだ。あら、あなたがワイン通だとは思わなかった。ウィッチャーはドラウナーの髄液をすすって池の水を飲んでるとでも。まあね。さて、おしゃべりしててもお腹は膨れないわ。食べましょう。結構な額がかかってるだろう。少しも払わなくていいのか。やめてよ、卵やおんどりはすぐ手に入るんだから。それに懐が温かくなる予定もあるし。へえ、これはそのお祝いか。どういうこと。まあこっちにしとこ。気になるな、これは何かのお祝いなのか。そう、普通の生活に戻るの。でもそれはいいの、もう一度お礼を言わせて。ゲラルト、当ではすごい活躍だったわ。本当に助かった。呪いを解いたのは初めてじゃない。でもすごく難しかったでしょ、あの島で起きたことは。思い出しただけで震えちゃう。それにあの研究室、全部燃やし尽くせていたらいいんだけど、死体や書類も。はあ、死体も書類も。なぜそんなに、まあ、気になりすぎではあるね。工房のことなら壊してないと。工房のことなら破壊してない。壊す理由がなかったからな。もし彼の研究成果が悪い人の手に渡ったら。でも、ファイク島は何もない場所だし、わざわざ行く人もいないわね。心配する必要はないかも。あ、やっぱなんかバレたくないことあんのかな。こんな暗い話題するべきじゃなかったわ。せっかくのロマンチックな食事なのに。友人として招かれたと思っていたが。ただの友人じゃなくてよ。どう？断るわけない、そんな気持ちない。悪いがもう恋人はいる。そうだね、そんな気分じゃないと。悪いな、そんな気になれない。頭でも痛い？それともどこか他のところが悪いのかしら。食事の前にワインを飲むんじゃなかったわ。一緒に寝て星を眺めるだけならいいでしょ。ああもちろん。あの星座、ゼリカニアではなんて呼ぶか知ってる？確かドラゴンなんとかだ。
他の名前があるの。ちょっといやらしい名前。教えてあげるから耳を貸して。エグバーンナブル。キーラ、どこだ。呪文で俺を眠らせたのか。何か企んでるな。やっぱりな。あの塔か。場所も場所だしね、ファイク塔か。さあ、友人の接し方と。あそこ行きますか。やっぱ何か企んでるね。悪魔の進捗のため。多分これして、多分キーラーのクエスト終わるかな。よし、行こう。泳いで行ってもいいんだけど、ドラーナーとかね、ちょっと余計なのが来ると困るんで、一旦船借りるか。いやー、まあ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 、言葉に乗せられなくて正解やったね。まあ最悪、毒もられてなくてよかった気はするけど。あとね、これは使えない船か。いや、こうなったら、ファストトラベルで飛んだ方が早いな。この辺りにあったよね、確かね。あったあったあった。じゃあファストトラベルして、塔に行きましょうか。何かとあの塔にね、アレクサンダーだっけ、あれの残した文献とかあるからね。じゃあファイク塔へ。さあ行きますか。赤身、塔の最上階だ。本当だ。あーってことは、なんかやってるなあいつは。いや、探し物は見つかったか。おかげさまで。調子はどう？よく眠れた？俺を利用した。そうだな。俺を利用したな。俺を利用したな。やめてよ。チャンスをつかんだだけよ。アレクサンダーのノートが狙いと知っていたら、ファイク島の呪いを解く手伝いなんてしなかった。誠実さに欠けてたし、説明が足りなかったのは認めるわ。でも、あなたならできると思ってた。とても勇敢だったから。ご機嫌を直してよ、ゲラルトちゃん。私たち仲良しなはずでしょ。そうだね。何を企んでるかだけちょっと聞きたいね。遊びに来たわけじゃない。何を企んでるか聞かせてもらおう。ずいぶん悪い方に想像しているようね。そんなんじゃないわ。ただ純粋な乙女の涙のような純粋な動機よ。アレクサンダーはカトリオナ病の研究をしてたの。記録から治療法を見つけるかワクチンでも作れればと思って。ああ、奉仕の精神からの行動というわけか。完全に利己的な目的よ。権力者はそうした治療法にいくらでもお金を出すわ。例えばラドビットが私と女魔術師会の過去の関わりを水に流すくらいの金額をね。魔術師、会のやつとちょっとどうにかしたかったわけやね。まあ厄介者扱いになってたことか。ラドビットは病気の治療に興味がある。ラドビットが水に流すことはありえない。ラドビットがとか水に流すことはありえないか。ラドビッドは遺恨を忘れないし許さない男だ。
特に女魔術師に関してはな。私は例外。そうする理由がある。彼の求めるものを提供できるのだから。本心ではそう思ってないだろう。あなただっていつかイエネファーの尻に敷かれない日が来ると信じてるんでしょ。大差ないわ。研究のことを話しにラドビットに会いに行くわ。止めても無駄よ。そうか。はあ、自殺行為な気がするけどな。自殺行為だ。死にたいのかキーラ。クイーンに縛り付けられ火炙りにされて大衆への見せしめにされるだけだ。ちょっと黙って私を見て。わかる？不潔なシラミよ。フォルテスト王の相談役で女魔術師会の一員のこのキーラメッツがシラミに食われてるの。あなたがどう思うと私はこんな沼地もうあと一日だっていたくない。フォンターを超えるつもりよ。遅かれ早かれラドビットの兵が私を捕らえるわ。わかる？私にはそれしかないの。直接交渉する以外に道はないの。そうやね。同情しろケアモルヘンケ。まずそれだったらどうせだったらケアモルヘンに来ればいいんじゃない。もう一つ道がある。ケアモルヘンへ行け。そこなら安全なの？いや逆だ。俺もシリと一緒にそこへ行きワイルドハントと戦うことになるだろう。信じられない。私の話を聞いてたの？真剣に聞いている。君が欲しいのは安全じゃない、誇りだ。肥やしの匂いのする沼の癒し手ではなくあのキーラメッツに女魔術師会の一員に戻りたいんだろう。ラドビッドに期待するよりはチャンスがある。ケイアモルヘンへ行って君の力を見せてやれ。ユネファーの言った通り女の望みを見抜いて扱うのはうまいんだから。そうだね。いやノートは何か使うかな。何か万が一ってこともあるからね。じゃあケイアモルヘンで会えるか。そこまでね、じゃあ奪うことはないからね。ケイアモルヘンで会えるか。シラミのいないベッドはあるぞ。今から待ちきれないわ。じゃあまたね、ゲラルト。さあ、これでキーラメッツが無事味方についたわけだが、まあ最終的にはゲラルドの方が一枚上手だった感じだね。いや、これもしかして選択ミスってたら来なかったということか。都合のいいと思う。まあまあまあ、そうやね。都合よく扱われたけど、これ選択変えたら面白いことになりそうだけどね。よし、そしたらあとはスケリッチ、クラフ、エルミオン、セリス、ヤルマールの遠征手伝って、キルの島と。ああそうか。じゃあ結構決闘も近くなってきてるね。はい。ということで、今回ここで終わりにしましょうか。切りがいいんでね。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。次回はスキリッチから開始したいと思いますので、お楽しみにしておいてください。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またな。